皆さん、こんにちは。かつてフィギュアスケート選手として2007年、2011年に世界選手権優勝、2011年四大陸選手権優勝、全日本選手権、2003年、2004年、2010年優勝、女性選手初の4回転ジャンプ成功など数々の実績を残してきた名選手安藤美姫さん。現役時代からメディアの露出も多く、ファンだけでなく世間からの評判もいい、スケート界を代表するような方です。しかし、そんな安藤美姫さんが今コーチとして参加しているスケートスクールの複数の保護者からモラハラ疑惑で告発されています。一体何があったのでしょうか。そこで今回はこの安藤美姫さんのモラハラ事件、そして過去の安藤美姫さんに関する話題について調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。6月1日、スケート選手として活躍していた本田武史さん、安藤美姫さんがスクールでモラハラを行っているとして複数の保護者から告発されました。本田武史さんは1999年四大陸選手権優勝、2002年、2003年世界選手権3位、全日本選手権6度優勝など、レジェンドといって差し支えない実績を持つ方で、前述した安藤美姫さんも有数のトップ選手でした。この2人から指導を受けられるスケートスクールとあれば、多くの生徒が集まるのも納得のネームバリューです。しかし最近、レッスンに通う保護者さんからの告発メールが、スケート連盟や関西大学に寄せられているといいます。その告発の中身は、本田さんや安藤さんの指導が不適切というものであったそうです。スクールに通っている児童の保護者は、生徒によって待遇の差が激しいとの声が上がっており、中にはメールも対応してもらえず半年以上相手にされなかった子どももいたといいます。他の保護者によると、共済化で奥さんに頭が上がらない本田武史さんの奥さんの好みに合わなかった人は、あたりがきつくなり、ひどい時には特定の子供だけを集めた合宿を行い、存在すら知らされていなかったケースすらあるそうです。果てには特定の保護者に対して、子供の出来が悪い、やる気がないと罵られたり、奥さんから仕事を辞めて面倒を見たらどうですかと言われたり、大したことないくせにリンクに入りたいというと暴言を吐かれることもしばしば。それでも今まで告発されなかったのは、本田武史さんが関西大学に進学するための推薦権があると発言しているかららしく、自分にその矛先が向かないように保護者は泣く泣く相槌を打つしかありませんでした。このように自分の立場を用いて保護者に対し高圧的に接していた本田武史さんのスクールですが、実績のある本田武史さんだけあって請求は高額、4万円の月のリンク使用料に加えて指導料が請求されます。それでも名のあるスケーターから指導を受けられるのならと保護者は子供を預けるのですが、そこにも問題があるらしく、他のコーチは何月何日に何分の指導をしましたという文言のもと指導料を請求するらしいのですが、本田武史さんの請求にはレッスン代、レッスン何分としか書いておらず、どの程度正確に請求されているのかが分かりません。チーム合宿と称し福岡へ合宿した際も、1週間の期間で交通費や指導料の他に15万円が請求されましたが、明細はもらえなかったそうです。こうした点も本田武史さんに対する告発の一端となったことに間違いないでしょう。このように本田武史さんがやりたい放題であったスクールに、2年ほど前から安藤美姫さんがやってきます。安藤美姫さんのこれまでのイメージやスケーターとしての実績から、この現状を是正してくれるのではないかと保護者は期待を抱きましたが、実際には安藤美姫さんが来てもスクールは変わらず、それどころか安藤美姫さんも同じような指導をしていたといいます。子供に対して、あなたなんか出ても再会よと発言したり、振付料で10万円を超える金額を請求された保護者から、金額に見合った指導を受けられていないと不満を漏らされるなど、スクールの雰囲気は悪化していきました。その空気の中、今回の告発が行われたのです。この告発について本田武史さんは、一切事実無根です。無視も暴言もありません。差別された
と言っているのはやる気がない一部の子の話ですよ。レッスンの明細も最近はつけるようにしていますし、合宿の費用も高すぎるなんてことはない、むしろ持ち出しになっているくらいです、と語り、誰がそうした告発を行っているかも分かっていますが、逆に僕の方がハラスメントを受けている、こっちが訴えたいですよ、と根拠のない話だと一蹴しています。安藤美希さんも、生徒を傷つけるようなことを言うわけないじゃないですか、振付料はいただきましたが、きちんと何時間も指導した、保護者さんとも向き合って真剣にやってるんですよ、と主張しています。それでもこれまで30人以上が辞めているという本田武さんと安藤美希さんのスクール、どこまでが事実なのか判断に難しいため、続報を待ちたいところです。今回モラハラ疑惑として告発を受けた安藤美希さん、ここからはその安藤美希さんに関する過去の話題を2つご紹介します。1つ目は2人目の子供疑惑です。父親が不明のまま出産し、現在も未婚の母として世間に浸透している安藤美希さん、実はその時の長女の他に2人目の子供がいるのではないかという噂が流れています。この噂は本当なのでしょうか。調べてみると、この噂の根拠は過去に安藤美希さんがブログにてアップしていた新しい家族というタイトルで綴られたブログと、ハビエル・フィルナンデスさんとの交際が明らかになったことでした。まず前者のブログですが、タイトルこそ新しい家族と子供が増えたかのように見えるものですが、読み進めてみると、ただペットを飼ったとの内容で、全く2人目との関係はありませんでした。ちゃんと情報を確認していないところで誤解が起きた、完全なデマですね。次に後者の交際発覚は、ハビエル・フェルナンデスさんの安藤美希さんと長女とのスリーショット画像が公開されたため、安藤美希さんがハビエル・フィルナンデスさんの子供を妊娠しているのではないかとの憶測を読んでいたことに起因するらしいのですが、その後2人は2017年に破局しています。そのためこの噂もデマと言っていいでしょう。安藤美希さんに本当に2人目の子供がいるかは分かりませんが、今のところ表に出ているのは1人ですので、2人目はいないものと見ていいと思います。わずかな情報から憶測が憶測を呼ぶ、芸能人にありがちな噂話ですね。では最後に2つ目の話をご紹介します。安藤美希さんの父親についての話です。どれほどの方が知っているか分かりませんが、実は安藤美希さんは幼少期に父親を亡くされています。父親の本名は安藤美希隆さん、サーフィンやバイクが趣味のアクティブでかっこいいお父さんだったそうです。安藤美希さんはお父さんのことが大好きで、大きくなったらパパと結婚するとよく話していたそうです。しかし美希隆さんは安藤美希さんが小学2年生時にバイクの交通事故で亡くなってしまいました。享年31歳でした。この事故が起きたのは、安藤美希さんが本格的にフィギュアスケートを始めてから1ヶ月が経っていた頃で、練習を見にリンクに来てねと話していた次の日の出来事だったそうです。前述したようにパパが大好きだった、幼少期の安藤美希さんにとって周囲からでは考えられないほど辛く悲しい出来事だったことでしょう。安藤美希さんは亡くなった美希隆さんの結婚指輪をネックレスにして肌身離さず身につけているそうです。今でもお父さんのことを大切に思っていることがわかる素敵なエピソードですね。一つ目の話題でも触れた通り、安藤美希さんには娘さんがいらっしゃいます。娘さんの名前はひまわりというのですが、この名前は父親が好きだった花であるひまわりから取った名前なのだそうです。亡くなってしまった美希隆さんも空の上からひまわりちゃんの幸せを願っていることでしょう。いかがでしたか。今回は安藤美希さんについてご紹介しました。本田武さんと2人で告発を受けた安藤美希さん、告発された内容の真偽がわからないので断定して決めつけることはできません。いずれ出てくるであろう続報を待ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。